はいどうも、翔平 TV です。本日は翔平 TV 助っ人に参戦です。大井竹連合 VS ツイッター連合さんの試合にお邪魔してきました。本日はその前半戦をお届けします。大井竹連合の竹さんは桐光学園出身で、楽天の松井裕樹投手と一緒にプレーをしていたということです。甲子園ボーイです。初対面です。ではどうぞ。1番まず1回郷徳寺の民、バッターは郷徳寺の民。まずはファーストフライ翔平がね取ってね、アウトとなります。ピッチャーの児玉さんはですね、元 SWBC ジャパンの投手として活躍されました。そして2番のノリ選手、サードの山田選手がさばいてギリアウトとなります。ナイスサード。3番、そして3番のペターさんです。ツイッター連合ね、素晴らしいユニフォームを着ております。そしてお次の球、はい、満振りした打球はサードフライとなりまして、三者凡退となります。そして大井竹連合の攻撃、まさかの1番、あの指名打者スイング、ナオピーチャンネル先頭ということで、先頭打者ホームラン期待しております。そしてツイッター連合のピッチャーは元大井くんの撮影スタッフ正隆くんです。はい、まあ、マックス130キロ前後ということで、はい、ナオピも気合入っております。はい、これね外れてボール、でもいいボール投げますね。で、対戦相手のツイッター連合さんの中に草野球チームの強豪戦国さんがね多数いらっしゃいましたので、まあ、いわゆるリッカーズ対戦国さんのような感じですね。はい、ナオピーね、どういうバッティングをするか、翔平 TV が見てる前では打ってません。はい、これもボールと。さあ、ナオピーね、あの似合わずね、あの一番の仕事をしております。はい、これマンブリー、ナイスボール、素晴らしいね、増田君ナイスボールですね。はい、ナオピーもね負けじとフルスイングしております。さあ、お次、はい、これボールですね。まさかのね一番の仕事をするナオピーはねなかなかねレアですよ。2番はタケさんです。タケヒロト、はい、まさかのここでおたけびナオピーが盗塁をしてしまいます。素晴らしい、しかも決めちゃいます。あまり見たことありません。さあ、竹選手はどんなバッティングをするんでしょうか。はい、こちらピッチャーゴロとなりまして、進塁打ですかねと思いきや、これまさかのナオピーは一瞬行って戻る。これはねちょっとね走塁ミスと思いますよ。ベンチではねおいおいと言っておりました。そしてお次のバッター、リッカーズトムさん。トム、さあ、正隆君のインハイで空振り。さあ、トムさんもね一発打ってほしいですね。さあ、リッカーズ魂。さあ、ここでね、はい、そしてワイルドピッチになりまして、ナオピーが三塁に進塁します。いやー、これねさっきね三塁行ってればね1点入ってましたね、もったいない。そしてお次、トムさんピッチャーゴロ弾いて、これはサードゴロか、これはまさかのナオピーが挟まる。さあ、三塁とホームで挟まれてますよ。ナオピー頑張れ、これアウト。まさかのこれでトムさん進んじゃって、これでアウト、ゲッツーとなりまして、チェンジとなります。いや、初回からねすごい面白い、ね、展開になってます。では4番、はい、戦国、さあ、ピッチャー小野さん、誠、さあ、4番の誠さんがレフトフライとなります。さあ、素晴らしい、戦国 GKT さん、 GKT さん、さあ、とボコーンと打ちまして、ライトメイチュンのいるところにねヒットを打ちます。ナイスバッティング。さあ、ゲッツーです、6番、ツイッター連合トッティさん、トッティ、はい、これは翔平 TV のいるファーストフライとなります。はい、これでツーアウトランナー1塁となります。7番、ここで TKN さん、 TKN、 これはライトフライか、はい、取ってアウトとなります。
で無失点。4番そして4番の構成からピンクマン構成社員のね、すごい今日ピンクがすごいですね、主張がね、ピンクのパンツも履いてほしいですね。さあいけるか。さあまっすぐ見逃し打ってほしいですね。さあ打てますかね彼は。いや、いいバッターですよ。投げました。はい、これねフォアボールとなります。さあノーアウトランナー一塁となります。5番。そしてバッターは山田君。山田ダーピー多いとね公式野球もやっておる、そしてディッカーズの選手です。はい、ここでね走んなそうな人が走るんです。これ本当今日はナオピー、コーセー走る、でまさかまたコーセーが走る、これもセーフと思いきや離れちゃってねアウトとなります。勢い余りすぎっすね。そして山田くん、はい、フォアボールとなります。6番ランナーとランナー1塁、そしてバッターはケンさん。会社の予約を忘れてたケンさん。はい、これねすごい紙一重なんですけどピッチャーフライでアウトになります。7番ランナー2塁、野球ギャルランナー2塁で野球ギャルの命中です。さあ命中出るか。はい、真ん中まっすぐフェンスボール。さあ命中1本打ってほしい。ベンチでみんなでね応援しております。命中出るか。はい、こちらフルスイングですね。三振となります。チェンジ。そして3回です。8番。さあツイッターでの攻撃バッターポニーさん。ポニースラー、ポニースラーのポニーさんね。はい、こちらピッチャーゴロ、スクキャッチアウトとなります。ワンアウト。いや、正解のショートがね大井くんとたけさんなんですよ。ヨスケシェルでありますね。そしてお次のバッターヨスケさん、向こうずよしさんもフライアウトになります。そしてバッターマッサタカ。さあこれねエースカーフィー三振となります。ナビッチです。本日はここまで。そしてこの後次回予告、下位打線で植木が、そして翔平 TV が、そして大井チャンネルが、向こうず一宮がと、ナナオピを打つか、タケさんも打つか。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございます。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。